はい、どうもコミです。さて本日は TH コンプリーターさんから動画をお届けしてまいります。ですね、今日お話ししたいのはこういう村を攻める時のポイントってやつですね。よくあるんだよね、最近ね。やっぱね、ドラゴンが強かった頃の名残で、シングルインフェルノが多めの村これね、まあ、昔のね、ドラゴンラッシュだったらシングルインフェルノ多くてもドラゴンライダーがゴリゴリ行ってくれたんで、まあ、結構取れたんだけど、今ね、シングルインフェルノがある村ドラゴンやりにくいんですよね、めちゃくちゃ。で、いやーでもさ、こういうシングルって何が強いんよって言ったら、やっぱラバルとかいう話になってくるケースってね、よくないですか？なんか上手い人に行くと、いや、ラバルやればいいじゃんみたいな。いや、だからそれができるから、皆さんいいんですけど、僕はできないんですよっていう方、そんな方に今日は朗報ですね。このホグラッシュというね、新たなソリューションをお話ししていきたいというふうに思います。で、まあ、ディガホグでもいいんですよ。なんだけども、今回の村って、ちょっとね、ディガホグしにくいというか、まあ、食い火ちょっとやりにくいなっていう風に、感じるような村。まあ、今回、まあ、これがやれないかって言ったら、どうかな、僕だったら食い火でいっちゃうかもしれない。いっちゃうかもしれないけど、ウライアンさんね、これ食い火を使ってないパターンですね。この後食い火使ったパターンも見てほしいと思うので、それも合わせてこのね、動画内でお届けするんですけども、ですね、これ、スーサイドホグラッシュっていう形を取ってます。で、どんな風にプラン組んでいくかっていうと、ここのゾーンに突撃艦を割っていきますよね。で、援軍釣りながら、ここ破壊します。で、キングクイーンで、このゾーンを破壊していきながら、ここに関しては、ホグ。まあ、こんな感じで見ていくっていうところですね。はい、ざっくりプランそんな感じです。で、見ててほしいんですけども、まず釣った援軍をアイゴレで、あとゴーレムで、ターゲットを取りながら、ごめん、だいぶ噛んだ。ゴーレムでターゲットを取って、で、そこはアーチャークから後ろから撃っていきますね。で、ラバー破裂させのアイスゴーレムも、潰していきながら、パピーはポイズンで処理、ここまでいいですね。で、キングが先行しながらアーチャークイーンが後ろについていく形です。ゴーレムがもうね、ミニになっちゃってますね。結構やっぱ、クロスボウとかに打たれ続けるとあっという間にゴーレム溶けちゃうんですけども。まあまあ、ヒーローの仕事はね、タウンホール周りをきれいにすることなんで、まあ結構十分な仕事はしてくれます。ここからまたフィストがあってクロークもありますからね。フィスト中に本当はね、タウン壊したかったんだけども、巨爆でババがやられちゃって、タウンギリ残りになっちゃいます。なので、ここに関してはクロークを使っていって、タウンをきっちり処理していきながらさ、ここからホグパードです。で、ロイヤルチャンピオンをマルチになってます。これナイス判断ですね。マルチインフェルノっていうのは、ホグライダーとかがやっぱまとめてダメージ食らってたので、あんまり当てたくないんですね。そこにきっちりとロイちゃん当てることによって、序盤のホグのばらけをなくす効果もあります。で、相手のキングに対してはストライカーに盗門を当てることによって倒していく。っていう形ですね。なんで、ヒーローが割と近めにまずいることが条件ですね。レイジにかかった、ストライカーがこのままキングを処理していきます。で、さらに相手のロイヤルチャンピオン、ここにはスケルトの呪文を使っていきます。これスケルトン完全に外しましたね。ロイちゃんがこの区画に入ってくることを読んでのスケルトンだったと思うんですけども、入ってきてくれなかったんで、スケルトンが、ターゲット取りながら後ろからキング倒したらストライカーが、ロイちゃん処理しましたね。こんな、これは偶然かな。良かったです。まあ、ラッキーでしたね。はい。バネトラップで多分これ、ストライカー飛んでたら、ちょっとまた形が変わってたかもしれないですね。まあ、ただ、かなりの余力を残して、ホグライダーが回りきってますよね。なので、こういう、なんていうのか、戦術が村に対して刺さってるっていうことは、このアタック見てもらえたら、感じられるかなというところですね。で、ちょっとこの後ディガホグ見てもらうんですけども、ディガホグの方がね、やっぱ食い火ディガホグの方が形はシンプルなんですよ。難しくないんですよね。ホグラッシュって、まあ、決して弱くはないんですけど、難しいポイントが3点かな、あるんですよ。何かっていうと、まず1個は進行が早いんですね、ホグって。ディガーとかと混ぜた場合って、ホグ途中でこうやられちゃったりして、進行はディガーが、なんていうのかな、基準になってくるんで、そんなに速くないんですよ。なんで、まあ、呪文を打つタイミングとか場所とかっていうのを、その、まあ、コンマ数秒、ないしは1秒ぐらいの違いですけど、自分の頭で考えながらやっていくことができるんですね。でも、ホグラッシュって一気に進んでいっちゃうから、まあ、そこに対して、瞬時に判断をしていく。で、あと、手の動きですよね。これがだいぶ疲れます。
っていうそのスピード感が1点で、あとはユニットでヒーロー処理ができないんですよね。さっきも言ったようにキングと、ロイヤルチャンピオン、これね相手のアーチャークイーンはこれ、ね、突撃艦イエティでイエティが殴り倒してくれてます。もうハリティですね。ハリティプシンプシンプシンってアーチャークイーンピューンってやってるんですけど、でもこれで1体倒したものの、あともう2体いるねキングとロイちゃんに関しては、まあ、ディガホグパートじゃないわ、ホグライダーパートでなんとかしなきゃいけないっていうところですね。なのでここに対してストライカーないしは、なスキルトンとかちゃんと当ててヒーロー処理をしていくための形を作っていかなきゃいけないっていうところがまず難しさの2点目ですね。ディガホグだったらディガーがキングとかをこう殴り倒してくれるんで全然また形が変わってくるんですけど、で3つ目はフォグラッシュってですね、なんていうの、こういうところに対するケアが重要です。ここね、これね説明すると少し長くなっちゃうんだけど、ちょっと一回止めた方がいいかなこれ、まあいいや、流しながら行こうか。ディガーと違ってフォグライダーって、間違えた、フォグライダーって出した時に全部ドバって出しちゃうとそのままこう突き抜けちゃうんですよ。こういう風にガーンって、こういう風にで、それは困るわけですよ。なのでここからこう追いホグをね、こういう風にしていって、こういう風にこの出したホグライダーの集団ねがこういう風にこう描いて進んでもらうようにここをカットしなきゃいけないですね。これそれがねこの難しい、このサージカル的に出すホグライダーがちょっと難しいんですよ。このアタトンのとこ出してますよね、こんな風にして。これをするからこっちに来たホグライダーがこのままこの大砲に向かってくれるんです。こういう風にこういう形を作っていかなきゃいけないですね。で、相手のキングに関してはさっき言ったようにストライカーで、相手のローに対しては、スケルトンもちゃんと当てていくっていうことができていなかったけど、まあこれ良かったものの、本来ならここにちゃんとスケルトン当ててロイちゃんを処理するということが必要になってきます。で、今言ったようなパターンっていうのは、これね、キングをここにこう歩かすことができるクイヒーディガホグの場合っていうのは、なんちゅうのかな、ここのゾーンにさキングをこう誘導していけばさ、キングをね、ここキングが壊してくれるじゃん、こういう風に。そうすると自然とこうこんな感じでディガーとホグライダーのルートができるわけですよ。なのでディガーとホグライダー、まあホグライダーだけでもいいわ別に、はい、ホグライダーだけでもいいんですけど、こういう風にルートが作れるわけですよね。うん、でも今回キングをさスーサイドっぽくこっちに使っちゃってるじゃないですか。そうなってくるとここに関してキングで処理することができないから、ホグライダーを入れるしかないんですね。こういう風に入れていってここをルート強制するしかない。でホグラッシュをする場合にはこういうルート強制を、小出しにしたホグでやっていかなきゃいけないってところがちょっと難しいです。ここに関しては注意が結構必要で、じゃあディガホグじゃないかって思うかもしれないけども、そもそもそれ大間違いなんですよね。キングとクイーンでこれタウンホールを取っていかなきゃいけないようなプランになっているから、ここを決めた時点でもうディガホグの選択肢はなしです。なんでかっていうと、この辺の金庫ゾーンにこれディガーが全部捕まってくるんですよ、ここね。でホグライダーはこっちに行っちゃうっていう、完全にディガーとホグが分断されちゃうので、この形だけは作っちゃいけないんですね。なのでディガーを使うっていう選択肢は、キングを外周こういう風にね、ここね、キングを歩かせることができないんであれば、もうディガの選択肢はなし。もうホグライダーしかない。じゃあホグライダーを出すんだったら、やっぱりこの部分のカットがどうしても必要に、ごめんなさい、なってきちゃうから、ここに追いホグを当てるっていう考え方になるわけですね。で、さっき言ったように、相手のキングには、ストライカー、相手の、ロイちゃんには、スケルトンってやって、本来ディガで処理できるはずの相手ヒーローっていうのも、呪文ないしは別動態的なユニットを使うことによって処理していくという形を作っている。それがこのウライアンさんのプランの全貌というところになります。ではね、比較としてディガフの方も見ていきたいと思うので、こちらの動画ご覧ください。ほいではね、比較でこちら見ていきたいというふうに思います。Kさんがやっている、クイヒーディガホグですね。で、ディガホグをする場合っていうのは、さっき言ったように、外周部分を何らかでカットしなきゃいけないわけですね。で、今回クイーンを後端フォローに入れていくじゃないですか。で、ディガホグ展開ここなんですよ。こっちから入っていくわけなんですよ。こういうふうにね。そうすると邪魔になってくるのがここですよね。で、ここのカットを何でするかっていうと、
強化兵士を使っていくわけですね。で、この選択肢っていうのはもう最低限です。本当強化兵士だけで外周削るっていうのは結構そのディガフの進行速度に対して遅れちゃうので、ディガーがやっぱ外周に流れるリスクがあるんですね。で、ただキングをね、これ今回ここで使ってるんですね。テスラと大工小屋が結構あって、アーチャークイーンが壁の外に出ていっちゃう。で、タウンホール壊せないようなルートに行っちゃうリスクがあったので、そこをしっかりキングでケアしていってます。で、こうすることによって、タウンホールはしっかりアーチャークイーンが倒していってくれるんだけども、その代わり外周部分のカットにキングが使えないっていう状態になるわけなんですね。なんで倒壊者だけでカットするっていう形になっています。で、これ、ペッカがね、この壁の中の方に向かっちゃったのはちょっと若干誤算だったかな。外周にウィザードだけが流れる形になったので、なかなかね、大砲とかにこう撃たれちゃってウィザードが苦戦します。ただまあ、形的には、外周部分しっかりと、投下弊社のニートでカットしながらディガホグを、中央部分に入れていくっていう、はい、こういうね、形に関しては、できてますね。ただ、見てもらうとわかるんですけども、この後なんですよ。ここね、ほら、遅れ出してるでしょ、ウィザードが。で、カットしきれなくなった、この金庫とか、腰の金山とか兵舎に、ほら、これ、ディガーがね、わっさーってこう、添えていくんだわ、これ。こっから、こっから、こっから、さらに、まあ、この金庫にディガーいっぱいいるけど、さらに、これ、ほら、こう分断されちゃう。で、こんだけ大量のディガーが外周に行っちゃったおかげで、中央部分に向かっているホグライダーが、もう、やっぱ、多勢に無勢なんですよね。これで起こってしまって、外周部分ディガーがなんか回収に回っちゃうっていう形になってます。まあ、ただしっかりアーチャークイーンをね生き残らせていて、こう真ん中ね、アーチャークイーンで戦圧してるっていうことと、ロイヤルチャンピオンが最後までこう生き残っているこのロイちゃんのなんていうのかな、生かし方ですね。この辺がちゃんとディガホグ盾にして使っているというところができていたので、最後押し切っていくことができましたが、まあ、これなんだろうな、できることならばキングとかロイちゃん、キングとか投下兵舎をちゃんと外周部分ね、ディガホグがするないように使っていく、ないしはそれでやりきれないんであれば、ディガホグがするないようなこの辺かな、こういうところ邪魔な施設っていうのをカットしていくっていう作業が、まあ、できるとなおいいかなというところですね。まあ、ただどうしてもね、プラン上それをやらせてもらえないようなユニットの使い方っていうのはできてきちゃうので、そういった場合にはある程度もうそういったリスクというか、ディガーが外に逸れていってしまうようなリスクっていうのは加味しながら攻めるっていう点も全然ありですね。はい。まあ、今回の実はこの攻めって、謎りをもう、限定でやるっていうルールの中でやっている攻めなので、もしかしたら謎りをしないっていう選択肢を取れば、今回の計算別のプランで攻めれたのかもしれないですね。ただ、まあ、こういう形であっても、やっぱりですね、外周に逸れてしまうようなリスクっていうのが、まあ、見れたのでね。まあ、ちょっと今朝にはそういった、なんだ、それるところをこう強調するような言い方して申し訳なかったんですけども、実際皆さんが攻めるときには、それないような工夫をもっとね、なるべくしてもらえるようにしてもら、組んだらいいんじゃないかというふうに思います。で、さっきね、ちょっと外周それる方をだいぶ意識しましたけども、中に入ってるユニットっていうのを、注目していきます。これね、まあ、クイーンもいいんだよね。やっぱりそのヒーラーがだいぶ焼かれてはいるもののさ、クローク発動して、ちゃんと延命図っていきながら、これね、ほら、ディガホグがしっかりと密になって序盤攻めれてるでしょ。これいいんですよ。で、しっかりグランドオーデンのエナジーサークル内に入っていって、ダメージがかさんでくるこの部分でトームが打てているから、クロスボウ、あとウィズ島とか、投擲のダメージっていうのを、トーム状態でこう回避できてるんですよね。で、トームが切れる瞬間にヒールを打つことによって、これだけのユニットがヒールに入ってるのはすごく大きい。で、さらに、ロイちゃんのインビジもさ、よくこれ見てましたよね。こっちのホグライダーとかに、ほら、またヒール打ったでしょ。これと、ロイちゃんパートも完全に並行してケアしてるんですよ。で、これができてるから、ロイちゃんが最後まで生き残って、投石まで壊しきることができたわけなんですね。これ、ロイちゃんさっきのインビジ打ててなかったら、おそらくシングルインフェルノにやられちゃって、最後投石まで打てなかったはずなんですよ。そういうところのね、ケアをしっかりやりきれている、この攻めはやっぱり、Kさん最近マジで調子いいんだよな。なんか JWC っていうその日本の、タウンホール14オンリークラン同士のそのぶつかり合いのリーグですね。の中でも前回ランキングトップクラスに確かいたはずなので、すごいね。
いいリプレイガンガン残してくれてるんで、これからも取り上げていきたいというふうに思うんですけども、まあ、今回はですね、ウライナさんが見せてくれたスーサイドホグという形ですね。あと今回のKさんの、クイヒディガホグっていうところを比較しながら、ディガホグはどういう場合に使ったらいいのか、使い分けたらいいのかだったり、あとは、まあ、そもそも村がね、シングル3本っていう村に対しては、まあ、ラバルができればね、その選択肢もあるんだけど、ダブルできない方にとってはこういうディガホグないしはホグラッシュっていう選択肢が結構頻繁に使える使い方のいい戦術なんじゃないかなと思うので紹介をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日の動画は終わりにしたいというふうに思いますが、こんな形で私のチャンネル、クラン対戦の鍵付けの動画中心にやっていっております。今回タンホール14だけでしたけども、12、13も扱っていきますので、今回の動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。